言うてもいいんだよ。うち西口やねん。え、マジで？うち西口のヒーローやねん。どこの？ヒーロー。頼みの？な、西区にしとくわ。考えてないけど喋り出すっていうね、ところも相変わらずですけれども。さあ、ヒロさん、ちなみにですね、はい、今日は鉄人28号クリスマススペシャルライトアップ、はい、現在照明仕込み中というところなんですけれども。ライトアップ見に来たことありますか？ないですね。なるほど。今日はもうてっきり雨で中止やと思ってのんびりしてました。すいません。でも私たちがね、出るという日は雨が降ろうと、すごいじゃん、槍が降ろうと、ね、はい、俺実は俺もやね、過去10年間あの雨がないのよ。いや、またまたでもお前で、ね、うちのバンドね、うちの僕一人の時はあれけど、うちのバンドが来ると、はい、あの晴れるっていうのがあって、お声がかかって、もう雨やったらお題いただきませんみたいな、そんなバンドです。おー、じゃあ今日はラジモエちゃんと、うん、リスナーの、そしてお集まりいただいたお客さんと、シロさんのおかげで、現在、いや、そんなついでない、ね、皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。寒いね、どうでもいいけど、ほら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 、そう思っているね、皆様の心を温めるために素敵なカフェもオープンしているんですけれども、美味しい食べ物、飲み物とともに、あなたの心に温かい気持ちをお届けするために、ここで垂水駅の東口オンリーのスター、シロさんに、皆さんに素敵な音楽を届けていただきたいと思います。ありがとうございます。あれ歌うんですよね。了承くださいね。うん、もうちょっと食べてほしかった、なんか。寒い。
なりいきなり両手ごとさから行きましょうか。でも最後かも、最後か、何曲歌うんですか。知ってんの、両手ごとさ、みんな両手ごとさ知ってる方マジで嬉しいな。じゃあそれだけ歌って帰っちゃう。さあ何曲歌ってくれるのか、そしてみんなが大好きな領収書ください飛び出すのでしょうか。大きな拍手でお迎えください。シローさんの登場です。お願いします。ありがとうございます。皆さんどうもこんばんは。イエイ。今日ですね、本当に悪天候で朝からどうなるかと思いましたけども、私てっきりないもんやないもんやと思ってまして、のんびりしてましたら、どうやらやるということでね、来ましたらなかなかナイス判断じゃないですか。その代わりお客さん来んのかななんて思ってましたけども、まあ来てますね、よけサンタがね。この後今みたいにねキャピキャピしたギャルがいっぱい出てきて、楽しいひとときがあると思いますけども、まだまだライトアップもできておりませんので、その間はこんなおっさんがちょっと出てきますので、その心配でねしばらく休憩していただいたらと思います。それでは先ほどちょっと皆さん手挙げていただきます、領収書ください。おかげでですね、このラジオに出させていただいたおかげでちらほらとしてる方がいるみたいなんで、今日はもう手がかじかむ前にそれを先行ってみましょう。では領収書ください。皆さん手拍子よろしくお願いします。こちらの方ですね、実は私、こう見えましても最近ブラボー素人と改名しましてですね、何おかしいですか、大丈夫ですか。ブラボー素人と名前を変えまして11月1日もうつい先日でございます、演歌歌手としてデビューさせていただきまして11月1日からブラボー素人になりましたので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
これが来年の、流行語大賞になっておりますので、皆さん今まで覚えたときでブラボー、ありがとうございます。一応予定ではですね、来年の、流行語大賞はブラボー、そして再来年の紅白に出場というかなりリアルな、計画をですね、例えば、来年の紅白なんてね、よく言いますけども、私再来年から出ます、なんと言ったのね、今年はまだ受信料払っておりませんのでね、なかなか来年難しいかななんて思っておりますけども、来年から真面目に払って再来年目指したいと思います。皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。この演歌歌手になったいきさつなんですけども、もともとは、ね、僕ロックミュージシャンでございます。ワンフォーダマリンツーフォーダダッドムルンドッドみたいなのをやってたんですけども、こんなんやってもなかなかね、思うこともクソもないということでね、最近ね、若い方演歌カラオケ行って演歌歌うって方います？あんまいませんよ ね。特にね、今からね20年ぐらい経ったらカラオケで演歌歌う人がなくなるんじゃないかなんて、演歌界はですね、恐れおののいてるわけですけども、そちらにですね、私じゃあそれでは私ブラボー四郎が立って出ようということで、皆さん若い方々に演歌ってこんなに面白いんだよなんて、そんな感じで、お届けしたいと思っておりますので、今日はしっかりとついてきてくださいませ。皆さんが演歌楽しいなと思うと、私ブラボー四郎がですね、どんどん売れていくとなってます。名付けてネオ演歌なんて言っておりますけどね。ただ演歌がね、そのもう若い子に受け入れられない理由もよくわかります。一つは暗いね、何聞いてもそんなに変わらないというような感じでございます。その辺をちょっと実演してみたいと思います。せっかくこのね、皆さんもう寒い中集まっていただきましたんで、今日は体からねポカポカ温まるような冬の曲を歌ってみたいと思います。テーマは雪、冬、ね、そして北、こんな感じの、3曲をですね、メドレーでお届けしたいと思います。会いたくて恋しくて泣きたくて
曲をね、北、冬、ね、雪、まあ、大体暗いじゃないですかね。この辺が若者に受けない感じかなと思ってます。あとですね、そのライブ、今そのみんな聞くだけでね、なんかほら愛の手入れるわけでもないじゃないですか。よく見てたら最近の若い子なんかこう、そんなやるじゃないですか。僕はまあよしよしよ。それ、これ、これ、これね。こんなやつ。そう。こんなに寒かったらもうみんなほら、もう凍え死ぬからね。よかった。まずは次は声をちょっと出しましょう。演歌の中でもいわゆるコール&レスポンスみたいなことができる。もともとね、アメリカのブルースなんていうの、そのコール&レスポンスなんていうのがありましてですね。演歌の中にもそんな曲があるので、そんな曲を一曲お届けしますので、皆さんの大きな声を出して、温まって帰ってください。仕事でございます、ネオ演歌ブラボーシロー皆様よろしくお願いいたします。11月1日にデビューしたばっかりですね。どんな風にじゃあ有名になっていこうかななんてことがありましてですね、まずはテレビに出たいね。皆さんテレビで見たいじゃないですか。領収書くださいよ。どうですかね、聞いたよね、テレビで。まあいろんなところに相談しましたところね、なかなかそれはシローさん難しいわと、ね、あんたも私新人やからって何の実績もないってことで、そりゃそうですということですね。ところが来年1月にですね、収録が決まりまして、皆さんサンテレビ入りますか。サンテレビ見れる方、ちょっとローカルですけどもサンテレビで、生からっていう番組があるんですけどね。おじいちゃんおばあちゃんが出ていく、あれね、2万円払ったら誰でも出るらしいですよ。それね、電話しましたらね、サンテレビさんから制作会社に連絡来まして、なかなか面白いじゃないですか。で、その代わり領収ください、歌いたいとね、ブラボーしろでいいらしいです。ということで私ですね、まずアパ社長を捕まえまして、ね、来年はそっちの三好英二さんもいらっしゃいますけどもね、ここだけの話ですけどあの方これでございますからね、がっつりとあの辺を捕まえてですね、来年のし上がっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。ただね、その領収くださいしかないと思ってるでしょ僕ね。実はね、ものすごいいっぱい曲を書いてるんですよ。実はうちね、音楽事務所もやってまして、全く皆さんみたいな一般の方をですね、普通に CD デビューさせようなんて企画してます。その全曲作詞作曲私が、手掛けております。その中でね、おもろいなと思う曲を1曲パクらせていただきましたので聞いていただきましょう。これはね、ご依頼いただきましたのは痛い海の工務店さん。
伊丹ってあるでしょ、伊丹市。あそこにある本当に工務店さん、谷巻健壮さんっていうね、もうガチの工務店さん。そこの社長からうちのテーマソングを作ってほしいということですね、じゃあ社長どんな曲が好きですかって言うと、55、6のちょっとね、めっちゃ怖いんですよ、ひげ生やしてて、もういかにも怖い。昔プロボクサーやったんですけどね、ところがカラオケではね、俺言うとけどね、イーグルスしか歌わないんだよなんですね、イーグルスってことですね。イーグルスをちょっとオマージュさせていただきまして、痛みのオマージュですからね、パクってはないですから、このところ よく聞いて。じゃあ、痛みのリフォームやイーグルス風でございます、よろしくお願いします。させたら日本一、カンナ引かせたら世界一、でも私が好きでしょうがないから、これからもここで頑張ってまいります。 Welcome to the Itami のリフォーム屋、よかったらですね、検索してこれで演歌ね、これで演歌と書いてこれで演歌と言いますんで、アマゾンで売っておりますので、よかったらご覧ね、いただいたらと思います。それでは私そろそろ最後の曲になります。今日ですね、何借りたいけど、もう寒いんでね、そろそろお開きにしたり、ちゃっちゃとやってちゃっちゃと帰ると、実はですね、もう私こう見ましてもいろんなところからでね演奏してるんですけども、この時期今日ぐらいからですね、来週にかけてもう本当にいろんなところで歌わさせていただいております。今日もこの後もう皆さん本当に申し訳ございません、僕7時になったら電動ダメなんです。次です、3年目で中学校のね同窓会がありまして、そちらの方に参加させていただくことになってね、遅く行くとどうやらのその割り勘負けするということで、皆さん申し訳ないですけども、とっとと帰らせていただきます。それでは最後にですね、クリスマスソングいきましょうか。じゃあね、演歌っぽい感じを抜きまして、じゃあクリスマスソング、 This is Christmas song いきましょう。 Last Christmas I gave you my heart, but the next day you gave it away. This is to save me from this, I'll give it to someone special.
say give you my heart but very next day you gave me the way。 あ、演歌忘れてましたね。じゃあ演歌っぽく見て。割り勘負けすんねんやんか普通に言ったら入りたいからね